みなさん、こんばんは。久しぶりです。こんばんは。やってまいりました。まさきとあゆみのゆるい部屋です。久しぶりだな。久しぶりです。皆さん、お元気でしたか？大歓声。またまた緊急事態宣言なんか出て大変ですけれども、まあ、楽しくやっていきましょう。今日はですね、なんとマスターがキンキラ派手派手なギターを購入したということで紹介したいと思います。どうぞ。おーい、キラキラザイがすごいな。ザイがすごいな。欲しい欲しい欲しい。やっぱりギターに注文しようか。いやね、去年の11月ですよ、注文かけて。それでまあ半年ぐらいでできるかなと思ってたんですけど、結構伸びまして8ヶ月ぐらいかかったのかな。それでもやっぱりね、出来上がって手元に来た時にはやっぱり感動でしたね。田谷さん、ありがとうございます。今から軽くちょっと弾きますので音を聞いてください。歌わんのかい。どうですか、本当に僕自身はね、まあ、いろんなマーチンのオールドも持ってましたし、ギブソンももちろん持ってましたし、でもね、音は負けてないんですよね。まだ新しいから、まあね、まあ、ヴィンテージというわけにはいかないですけども、本当に最近すごく気に入ってます。で、一曲だけ歌わせてもらって、これを戸谷さんのところに送りますので、よろしくお願いします。音が D45 に近い。そうそう、ほんまにそんな感じよ。落合光雄さんの曲で、最後の冬、1番だけやります。あ、これ笑ってください。下手で笑います。はい、仕切り直しです。
君を好きになるのかな。そうしたら今度こそその手離さずに君の笑顔も涙も守って見せるのに。はい、ありがとうございました。それとうちのあのお客様で京極さんという方が最近トライギターをあの申し込まれて、確かね TD の100かな、心棒単板モデルで、あのトライさんのところの一番あのトップモデルのギターを注文されたみたいで、あのセッションが今からも楽しみです。早くあの作ってあげてくださいね。トライさんよろしくお願いします。はい、あの僕のコーナーはこれで終わります。コーナーあゆみさんお願いします。じゃあこれでこれです。ちなみにこれです。すごいギターでしょこれ。すごい陰霊だ ね、 ね、音もいいし、あの後ろのその白っぽさちのね、色が中国のやっぱ職人さんの腕ってすごいよね。本当に綺麗にあの掘って埋め込みしてやって、あのこのなんていうんですかね、これはこれはこれなんていうんでしょう、天使やね。天使もね、なんかすごくやっぱり表情があってね、ちょっともう本当にこれでもこの芝の方のこの彫刻も、もう今まで見たことないような、あの某某マーチン、あ、喋っただけなのかな、某あの M 社、ね、あのメーカーさんでもこんだけのトリオグライフというか見たことないです。しかもあの僕のあのステージネームまで取ってもらって、さやさん本当にありがとうございます。これからどんどん使っていきます。あゆさんお願いします。はい、マスターのコーナー終わりました。じゃあ次はミッチのコーナーでーす。何それじゃん、俺のコーナーで何ミッチの近況を報告するコーナーですよ。近況、はい、お元気ですか。はい、元気です。今度14日にあるのね。14日にね、どこであるんでしたっけ。牧野にある、まあ、稲子から徒歩10分かなね、うん、駅からすぐ近くですね。そう、カフェカミューさんっていうところでね、はい、ちょっと、この美奈子さんの素敵なお店でミッチと、はい、アスミンとアオちゃんとアオちゃんと3人でライブがあります。もうね、席はもう満席になっちゃったんでね。あ、残念です。残念ですけど、残念ですか。 YouTube 上げますんで。あ、はい、はい、このギターのことも言ってね、はい、言ってください。あのプライギター最高です。僕も欲しいな、本当に。買いなさい。僕はあのテイラーっぽいモデルのやつがですね、小技のやつ。はい、じゃあ、はい、次、アスミンは元気ですか。元気です。元気です、よかったです。変わりないですか。はい、アスミンのお友達やお仲間もみんな元気ですか。元気です、よかったです。じゃあ次はあおちゃんです。あおちゃんはなんといっても髪を切りました。あおちゃん、ファンスメモあるでしょ。あおちゃんのギターのコーナーへと続きますよ。はい、本当はねこれじゃんじゃん、ね、じゃーん、僕が買うよ、ね、僕のギターだ。出会ってしまった。もう話せなくなった。本当にいい音してんだよね。じゃあちょっと、はい。68年生。50年以上。
あ、ちょっと、あ、どうしよう、ごめんなさい。はい、ふやさんのこのギターの、なんか感想、感想をお願いします。すごいね、ハカランダーかな。でもあのさっきのね、トヤさんのギターもなんかマーチンの音、もうなんかものすごくクリアで、うん、かっこよくてね、名前も入ってて、あっちも欲しいなーって言ったけど、まあとりあえず僕はこれ。僕の腕もいいんですけどね。とりあえず散髪しました。はい、はい、じゃあそんなこんなでみんな元気にしております。じゃあ今日はトヤギターさんありがとうございました。ありがとうございます。皆さんお付き合いありがとうございました、はい、毎週土曜日日曜日祝日ブッキングライブやら、企画ライブやらやっております。たまにオープンマイク、ね、よろしくお願いします。はい、はい、感染対策気をつけながらやっておりますので、はい、はい、それでは、See you! またねー。はい。バイバイキーン。